明けましておめでとうございます。今年も山梨放送のニュース番組をよろしくお願いいたします。さて、元日の今日、県内は穏やかな陽気となり、各地の神社やお寺は大勢の初詣客でにぎわいました。このうち例年県内一の初詣客でにぎわう甲府市の武田神社では、お昼過ぎから混み始め、参道には長い列ができました。訪れた人たちは賽銭を投げ、今年も良い年になるようにとそれぞれ願いをかけながら手を合わせていました。武田神社ではこの三が日でおよそ15万人の人出を見込んでいるということです。全国ニュースでもお伝えしましたが、愛知県豊橋山岳会のパーティーが南アルプスの北岳で遭難した事故で、今日午後2人が無事保護されましたが、1人は依然行方不明のままで、明日捜索を再開することになりました。県警は今朝からヘリコプターを持ってみたいという人も急増中とか。以上、610名物セレクションでした。ということで、